紫ツバメは、蝶木、しじみ蝶下に属する蝶の一種。温暖な地域の商用樹林帯に分布する蝶である。羽を広げた、海蝶が3.6から4センチメートル程度。オスの羽の表側は、ほぼ全体が深い紫色に輝く輪粉で覆われ、周囲を黒褐色で縁取られている。メスでは、紫色は、羽前全面ではなく、黒褐色の地色の中に、 より狭い部分がオスよりもかなり明るい紫色に輝く。羽の裏面はオスメスとも薄い褐色で色の濃い反紋が数個並ぶ。講子には細いお嬢突起が1体ある。禁煙種の紫しじみとは本種がわずかに大型であること、全種の前縁の先端が丸くなること、講子にお嬢突起があることで区別できる。ヒマラヤ地方東部から 中国南部にかけての商用樹林帯を中心に、南はマレー半島、東は台湾、日本まで分布する。南方系の町で、日本でも九州南部などでは、個体数が多い。地域によりいくつかの亜種に分けられていて、日本に分布するものは、日本亜種、ラトゥラベゼイラスターベタとされている。なお、紫ツバメは1990年代までは、本州、四国、 九州に分布していると考えられていたが、1990年代後半以降、従来よりも東側の東海、関東地方や福島県から、成虫、幼虫の目撃、最終報告が相次いだことから、分布をより寒冷な地方へと広げつつあると考えられている。これは、気候の温暖化などの原因のほかに、紫ツバメの幼虫の食草となる、マテバシーや、 シリブカガシなどの植物のうち、特に、マテバシーが街路樹や庭木として盛んに植樹されていることが関係していると見られる。また、これらの地方では春に成虫がほとんど観察できず、夏から秋にかけて個体数が増えることから、越冬できる個体がいないかまたは、かなり少なく、毎年暖かい地方から移動してきた蝶が、夏の間だけ一時的に分布しているという可能性も、ある。 越冬した成虫は、春先になると活動を再開し、食草のマテバシーやシリブカガシなどの新芽や若枝の付け根などに卵を1個ずつ産む。卵が孵化すると、幼虫は柔らかい新芽の中に潜り込んで成長し、その後、葉を折り曲げた巣を作って、若葉を食べる。なお、紫ツバメの幼虫は、体からありの好む液体を分泌し、 飛び色ケアリなどのアリに守られる代わりにアリに分泌物を提供するという強制を行うことが知られている。日本ではその年最初の成虫は5月下旬から6月にかけて現れ3から4世代を繰り返しながら11月頃まで成虫が見られる。冬は成虫で越冬し林の下草の葉の裏などで数匹から十数匹ほどが寄り集まって冬を越す。 ありがとうございます。